たときです。吉田です。たのんです。今日なんですけど、皆さんゲームはやっていますでしょうか。この時期なんで多いんじゃないですか、うん、そうですね、やっぱり、うん、プレステ4買いまして、佐々木くんが、うん、ゲームまだ1個しかないんですけど、 UFC 3を買ったということで、はい、これ1、2もあるんだね、知らなかった。それはで、それでキャラクターが作れるんですよね、そこのゲームの中で、うん、めちゃめちゃリアルにできるっていう、そう、一生懸命キャラクター作りました、僕らが4人、はい、頑張りましたね。僕頑張りました、はい、マジでもうマジでめちゃくちゃ時間かかった、うん、どんぐらいかかったよ、トータルしてどんぐらい、マジで5時間ぐらい5時間ぐらいかかったじゃん、うん、全員 で、うん、でじゃあ見てもらえますか。そう、マイクもつないでセッティングしました。これです、これですね微妙にみんな似てるんだよ。吉田くんめちゃ似てる。吉田くん超似てる確かになんかこれ似とるかもしれんな、うん、で今回の企画なんですけど、はい、このゲーム僕らまあまあやってるじゃないですか。そうだね、そこそこ、まあ、普通にこう試合になるぐらいな強さ で、はいはい、うん、でなんですけど、ミクルはまだやったことがないと。やったことないですね。3人4人で UFC の中で戦おう、このゲームの中で戦おうって言うんですよ、うん、でもキャラクター作ってあるからっていうことで、まあ、僕らがこの UFC でこの中で試合をしてミクルをボッコボコにするっていう企画です。これ面白いんじゃないですか。そうですね、リアルで勝てないならゲームでボコボコにしようと、うん、おお、日頃の恨みをもうここで晴らすわけですね。日頃の恨みがあるんですか。いやいや、その何ですか僕にヘイト貯めるのやめてもらっていいですか、マジで。いや完全に今そうだった。そうそうっすね、まあまあ、まあこれさ、まあ、企画だしさ、せっかくだからもうめちゃめちゃ煽ろっかんじゃん。そうっすね、あ、勝ったら言葉でもさ、うん、おいおい、そんなもんがいろいろさ、まあ、個人的なあれでいいけど、うん、負けず嫌いのとこありますから。ありますね。もう一回やろう、もう一回やろうって何回も言ってくる。あ、多分言ってきますね。格ゲーとかで負けた時、うん、マジ悔しくないですか。うん、本当にね。そうそう、それが無限に続くわけですよ。そうそうそう、しかもこれがあの UFC まだ行ってないですけど、これデビュー戦ですからね、うん、UFC。 そう、デビュー戦ですね、うん、本当にこれ勝たないと、これ勝たないと、ミクル的にマジでマジでじゃあ、はい、やっていきますか。やっていきましょう、はい、もうちょっと来るんで。はい、OK です。皆様ごきげんよう。今日はUFC のゲームをするということで、サブチャン案件なんじゃないの。いや、これがまた面白いですよね。なんかキャラ作れるみたいで、うん、そうなんだ。これミクル朝倉ってちゃんと名前も、ちょっと似とるな。似ます。タクマが一番似とるだな。あ、まあ、佐々木くんは髪型が似とるな。髪型でちょっとごまかしてる感じですね。あ、これで自分のキャラクターを使って対戦していくと。そうなんですよ。あ、はいはい、できるんですよね。めちゃくちゃ時間かかりました。これどんな感じ、スマブラみたいな感じ。まあ、スマブラに近いですね。コマンド覚えて、まあ、パンチ、キリ、蹴り、あと寝技もできるから。あ、そうなんだ、はい、わかりました。まあ、これね、はい、格闘家なんで僕もゲーゲーは。そうですね、やっぱ寝技とか知ってるんで、はい、普通にボコしてやりますよ。おほほほほほ、まあ、みんな初めて今日。あ、初めてですね。キャラ作ったわけ。キャラ作って終わりです。ちょっとみんな練習した方がいいんじゃない。練習します。ちょっと練習、さすがに本番でいいでしょ。ぶっつけ。あ、いきなり、いきなり対戦するから。いきなり対戦しましょう。よし、じゃあやっていきますか。たくまボコっていい、マジで。あれ、俺どっち。俺が右でしょ。よし、準備完了ですわ。いません、たくまが。コカバまだ。たくまがいません。いました、ね、ちょっと見とんだよな、マジで。入場見ます。に入場見よ、夢の舞台。夢の舞台、デビュー戦ですね。デビュー戦です。夢でもないです。しかもライトヘビー級。おお、すごいね。金網、盛り上がりが違う。見とるな、なんか俺盛り上がり違うの、やっぱ雷神の方がすごい。いや、雷神、日本人ってあんま声出さないじゃん。もう立ってるもんね。 UFC の人とかはさ、外国人の盛り上がり方全然レベル違うから。そうですね。でも観客で言ったらライジンが一番収容してるらしいから、その現地は。へ、そうなんだ。この立ってる、タトゥー入ってます。入れずに入ってる。本当にちょっと似とるな。タコマの入場カットさせてもらいました。じゃあ行きます。はい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 。あ、いいっすね、いいっすね。なるほど、めちゃくちゃかっこいいから出したの。おらおらおいしょ、おおよいしょ、よいしょ、頑張れ、よいしょ。あれおいいね、うわーって
テリリリリリあ、ほらカウンターが入るちょっと離れよいいよおお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 およいしょよいしょよいしょやばいやばいいい左ストレス取るのよ本当によいしょほらやばいやばい危ない危ない危ないよいしょ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 よし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 ドンピシャったなイエーイタフタフだなこいつやっぱ体重の違いみたいなの再現されてるおいこれですおお決まったね決まってるじゃあ俺なら絶対この蹴りもらったいける見ていける見ていける見て見て見てほらいくよいくよいくよよいしょ佐々木をもごるかよし結構でも掴んできたと思うおすでに佐々木くんは強いでしょ絶対持ち主ですからねいや全然やってないですよほんまにいや佐々木くんはね多分めちゃめちゃ練習してると思います練習してそういうやつおお髪だけはもんなでも似てるのマジでどうこのゲームいやなんかね楽しいもどかしいなんか俺ならもっと早いしみたいなああそういうことっすねでも結構リアルじゃない、まあ、リアルだけどねうんほいいやいやいやほい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 おいやおはい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 あれおあれ佐々木くんがマジバキみたいなグラッピー初期のグラッピーのねはいあいやエリクダンギリシャラスあれ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 ああちょっとグラップリング中に変なことになったよえ、なんでこれでいいのおいやおいやよし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 はい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 うまいおいやーおーれおお立ちますね立ち方覚えた、うん、今だハハ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 ハすぐ倒れやがるすごいわーおれー伸びてますはい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 マジで打たれようやましたねあのね僕人生で一回も KO 負けしたことないで言ってるんですからガードができてないのか俺ニクルも2敗しとるやん UFC でそうだよUFC 行ったらそんなもんかそれはめちゃめちゃ叩かれるあれあれまたやばいやばいキャラクター間違えたまあいいやえ俺でやるんだ最高で十分右ストレートおい右ストレートカウンター合わせに来ました、この人だいぶ上達してきたんですよおおおおさっきくん
強すぎみんな俺好きだよ。おぉ、スタミナゲージの下の赤いゲージが点滅したらもうすぐ KO されるっていう、うん、危険ですね。どれだけ効いてるかっていう。おぉ、何だろう。肉の赤いゲージが半分ぐらい減って、どうしよう、連打食らうと倒れますよ。リクラ熱くなってるな、ちょっと熱くなる、冷静に試合しないと。あー、確かにいつもの冷静さがちゃうね。あー、リクラ今どんな気持ちなのかあれ、これミドルってどう言ってるんだっけ。ミドルは分からん。ミドルなんかね、横に回ってとか距離だった感じ、うん、回りながら打つとミドルになってますね、確かに。ガードです。考えているのか、これからの展開を。冷静になった、急にいい、ロー聞かしてこ、ロー聞かしてこ。おーおーっと、いいタイミングで入った。おー、いいよ、ロー散らしてって。セコンド、声がない。セコンドタクもセコンド。よいしょ、ロー。おー、これはまあ、あれですね、立ちなさい、ダウンではない。よいしょ、ロー、いいから入った。ここだな、残り1分。よいしょ。あー、痛い、もう足が効いている。足痛い、つま先で立ってます。よいしょ、もういい、足は引きずっている。引ける選手、足引きずってます。お、いいね、汗も飛び覚えて、リアルに、うん、すごい、もう体がテカってるの、2人とも。ここだな、もういいもんだ。吉田君、冷静です。冷静ですよ、僕は。ロー、おー、ローが痛い、痛くない。ロー、あの赤く腫れ上がる左太もも、ちゃんと浅くなってますからね。すごいね、おお、2ラウンド、2ラウンドか、強いな、なかなか。足はどこまで回復することができるのか、解説者、タクマさんです。様子を伺っています。いやー、おっと、もうダメだ、完全に伸びてしまった。全敗じゃん、ミクル。弱いななんか倒れんくない、他のやつ。俺はガードしたの。ガードが下手ってことあるの。ガードっすね。今回、朝倉ミクルをボコボコにしてみた。これみんな成立しましたね。そうっすね。練習しとったんでしょ、やっぱり。UFC で、UFC、夢の舞台で。夢ではないけど。夢ではないんだね。全然ね、なんか難しいね。結構難しい。悔しい。リクルが悔しい。なんかね、悔しいというかね、もどかしいが近いかな、言葉的に。なんか俺より遅いし、蹴りとかパンチ。やりたいことを、やりたいことができんのがね。そう、ちょっと一回練習して。どうぞ。さあ、どうやってしとめようかな。いつでもいいよ、ゴー。いつでもいいよ、俺は。あ、こっちか。おい。あ、分かった。本当か？いいのか？勝負だ。いいのか？いいのか？いいのか？痛い。これさ、カットってどうやってやるの？あ、カットもなんかできるんだよ。分かった、分かったちったやん。分かった。え、なんでこれガードできるの？どうしたカットが調子いい。痛い。おー、いい。おナイスフックですよ、これ。フックのラインだから、ミドル、はい。はいはい。ガードの上からで効かないよって。痛い。フックで対応、おミドル。回りながら。ボディやばい。よいしょ。皆さん、絶対サウスポーを相手に右回りはしちゃいけません。必ず蹴りが来ます。蹴りは合わせられます。よいしょーい。あ、やばい、蹴りが来る。ちょっと一旦引こうか。やばい、ちょっと一旦落ち着こう。見てください、顔がボコボコです。おい、やばい、ミドルからの、やばい、ちょっと待って、痛い。
今喋りまくっとるでもちょっとリピートしてもらえますちょだけど、どうした？ちょ、もう一回やろう、もう一回やろう、もう一回やろう、まず自分のキャラって言われてる、やってるわ、やってるわ、しょうがないから。たくま、雑魚くね？ちょっと調子乗ったっすね。たくまの悪いところ、完全に。たくまの悪いところ出た。はい、調子に乗り。もっとパンチ早くしてほしいね、これ、このゲーム。あれ、階級下げれば早くなるから。あ、階級下げれば、確かに。これ、重たいね、93キロ。全員93キロです。俺なんかさっき84キロって書いてた。あ、補足しとったよ、体重。右側で体重補足だった。だから俺弱いのか。あ、絶対さ、打たれ弱いの俺の方だけ。ほら、84キロ。俺絶対関係ある。10キロ差よな。もうこれで勝ったすごい。俺勝ったよ、さっき。あ、そうだ。あくま選手、ずっとでいいですね。おい、何じゃ今の蹴りは。ブラジリアンキックですか。右の飛び技じゃないですか。おーっと、腹が痛い。ゾーチポーンって、痛い。朝倉は、フックで対応。よいしょ。早い、蹴りが早い。これタクマの動きじゃない。どういうことですか。うわ、痛い痛い、危ねえ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 、ちょっと痛い。逃げろ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 。朝倉強い。ガードされてるか。こいつの腹強くね。全然効かねえんだけど。よっしゃ、いいよ。よっしゃーイエーイ、いけ。ほらほらほらね、これなんかね、よし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 。絶対違うの、これ。体重合わせて一回やってみるか。いや、なんかそこの問題じゃないよ。そこじゃない、そこじゃないよ。よし、やっぱごつくなった。俺でやろうよ。ごつミクルではない、間違いなく。じゃあ、ミクルがイチャモンつけてきたんで、これでもし俺の方が強かったら、たくまさっき負けたのクソだったってことになってくる。そうですね。体重が絶対絶対僕勝たないといけない番組ですね、完全に。頑張って潰すか、たくまを。いや、そうはいかないよ。ごつくなったらマジでこんな変わる。いやだいやだ、ごつくなった、ごつくなった、ね、ごついよね。10キロ増えたらさすがに。体重関係ないと思うよ。まあまあ、やっぱテクニックがあると思う。やべやべ、何今の猫パンチみたいなの。おおおお、やべやべ、いけいけいけ、危ない危ない、蹴り上げ来る、蹴り上げ来るぞ。あれ何これ、どうやって立つの。右2回かな。うわ、タクマのフックがすごい伸びまくる。あれ、くそー。ふいふいふい。ちなみに僕はグラップラーです。なのに打撃がめちゃめちゃできる。おお、いい打ち合いですね。タグもそろそろ飛び膝にして。え、飛び膝。マジでわからん、それだけは。あ、うまく見方ガードはするようになって、ガードできるようになった。ガードできるとね、正義。ガードできるとマジで。蹴りのガードできねえな、マジで。どうやってやんだ。よし、詳しい方、あの、蹴りのガード、ローキックのガードを教えてください。痛い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 。痛い痛い痛い。おい、うぜえガード覚えてきたぞ、この女の野郎。やばいやばい、危ない。やばい、よし、今入った。フックがやっぱータイクマンの動きがすごいんだけど。結構いい試合になってきましたね。くそー、決まらんな、なかなか。2ラウンドいい。あぶね、いった、肘いった。ちょっと待って、肘痛い。
聞いてんだわ、マジで。おぉ、俺が聞いた。おぉ、やっぱちょっと打たれ強くなったな。うん、いやー、ここ攻めれんかったの、マジで。本当に悔やまれる。これ何ラウンド？ 3 ラウンド？まあ、5ラウンド。5ラウンド。タイトルマッチ。あ、流血してるよ。そんなことあんの？あ、そのあるあー、え、ドクターチェックとかあんのこれ？いや、でも UFC はね、ドクターストップないから、よっぽど。あ、そうなんだ。あ、そうなんだ。ほぼない。マジの血だらけでもない。で、俺の入場飛ばすくせにラウンドガールのあれを飛ばさんかったマジで勘弁して俺の入場めっちゃ見せ場だったんです。肉根が強い強いおぉ、あ、でも今日ここだね、初めだペグマ、はい、足動かし、あ、いいね、いいね、あ、いい、ほほほ、ってこんかおぉ、こっから攻めれねえんだよ、ちょっと、もう一回離れないよ、もうおぉ、うまい。はいはいはい、キャンマスストレートすよねやべ、聞いた、あぶねあぶねー今の行ったと思ったね、ハイキックガードが、ガード覚えたな、完璧に。これがいいやべ、あぶね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 血がすげえ。ガードの上だ。ガードの上でも効いてますね。効いてる。すげえ血が出るの。ああ。これ追撃できねえんだよマジで。どうやって追撃するの？パンチ。はい。パンチパンチ。うん、パンチしたら。押してるんですよ。結構。蹴りパンチが打つんだ。むず。めっちゃいい戦い。よっしゃ、よっしゃ、いったろこれ。よし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 よ金遣いがめちゃめちゃ荒いと、なんか散財しとるというか、うん、必要のないものにすごい金を使っていて、うん、メンバーはもう不安に感じているという設定で、うん、だけど誰も言えないと。そこで弟の出番ですね。カイ君はね、ちょっとどういう反応するのかなと思って、